おはようございます。ただいまの出席議員数は20名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。日程第1、一般質問を行います。質問並びに答弁は簡潔に行うようお願いいたします。佐藤定君の一般質問を許します。佐藤定君。おはようございます。向井派佐藤定です。よろしくお願いいたします。さて、来週3月11日は東日本大震災から12年目を迎えます。東日本大震災では東京電力の福島第一原発が津波による電源喪失によるメルトダウン、水素爆発による放射能物質の拡散で近隣住民が緊急避難し、多くの人たちが住み慣れた地域から離れ、馴染みのない地域での暮らしを余儀なくされ、いまだにふるさとに帰れない状況が続いています。このような中、政府は2月28日、原発の60年以上の運転を可能とする電気事業法改正案を含むエネルギー関連の5つの法案を束ね、法案をまとめて閣議決定し、国会に提出しました。原子力規制委員会の委員が法改正に反対したままの状態で手続きを進める異例の事態となっています。東京電力福島第一原発事故の教訓として導入された原則40年、最長60年とする規制が原子力規制法から削除されようとしています。私たちはこの事故によりふるさとに帰れない福島の人たちのことをもう一度考えるべきだと私は思います。さて、近年日本各地でさまざまな自然災害が発生しています。この10年間においては、東日本2011年東日本大震災、2016年の熊本地震、2018年7月の西日本豪雨、北海道胆振東部地震、2019年には台風19号等による日本各地で甚大な被害が生じています。災害への備えと災害時の対応は地域で重要な課題となっています。中でも障害者は災害時において困難な状況に置かれることが想定されます。東日本大震災や西日本豪雨において多くの障害者が被害を受けましたが、自力での避難が困難で支援が必要な在宅の障害者が多く被害に遭っています。災害時の避難等に支援を要する障害者の緊急時の備えは自治体の取り組みとして重要になっています。この取り組みは福祉サービスを利用していない障害者も含めてあることが必要であります。厚生労働省によると、2016年の障害者の総数は、身体障害者数は436万人、知的障害者は 109.4 万人、精神障害者は419.3万人で、合計964.7万人と推計されております。一方、障害福祉サービスを利用している障害者は127万人で、障害者総数推定値の 13% 程度です。すなわち、障害があっても障害福祉サービスを利用していない人が一定数いることが分かります。佐渡市においても同様に、障害者手帳を持ち、かつ利用が必要な状態にもあるにもかかわらず、必要な支援につながることなく地域で生活している人が一定数いることが推測されます。そこで、昨年12月の暴風災害をはじめとする
各種災害について佐渡市の対応について伺います。今回の災害時には市の職員の昼夜にわたる活動により停電と道路寸断による孤立化した地域からは一様に感謝の言葉が上がっています。特に孤立化した見立て集落の区長さんからは孤立化した集落に市の職員が食料品等を運んできたときには地獄の仏のようにだと感謝されたとお聞きいたしました。それでは具体的に地域で暮らす誰もが災害時の支援からこぼれ落ちないための防災と福祉の連携について質問いたします。1、災害時の避難行動支援者への個別避難計画についてはどのようになっているか。2、障害があっても障害福祉サービスにつながらずに生活をしている潜在的要支援者の佐渡市における把握と対応、災害時の個別計画の作成についてはどうなっていますか。次に、暴風雪、台風等による大規模停電や生活道路確保に向けた竹、流木の予防伐採についてどのように取り組むか課題だと思います。今回の暴風雪による倒木、倒竹が電線にかかったことによる災害で、今後も雪だけではなく2019年の台風19号の千葉県のような長期停電も想定され、重要インフラである電線や生活道路確保に向けた予防的な対応が求められます。国の森林環境整備事業の特定森林再生事業、重要インフラ施設周辺森林整備による新潟県民有林造林事業や森林環境譲与税の活用はできませんか。次の項目に行きます。佐渡市の消費税適格請求書保存方式、インボイスであります。その対応について伺います。昨年6月定例会で一般質問の際には、現時点で制度についての検討が進んでいないとの回答をいただきましたので、制度開始の10月に向けた佐渡市の対応について伺います。この消費税適格請求書保存方式、インボイスは、地方公共団体の特別会計や公営企業は年間1000万円以上の売り上げがあれば消費税を納めなければなりません。インボイス制度導入後は、売上高1000万円未満の免税事業者からの仕入れに含まれる消費税を差し引くことができなくなり、自治体の消費税納税額が増えてしまうことになると思います。1、佐渡市が売り手となり事業者に対して課税取引、資産の譲渡や貸付、役務の提供を行う場合、佐渡市がインボイスを発行しなければ事業者は消費税の仕入れ控除を受けることができません。佐渡市の消費税の適格請求書保存方式の対応はどうなっているかお答えください。1、上下水道事業における事業委託事業者数はいくらになって、数はいくらですか。またこのうち消費税適格請求書保存方式未対応の事業者数はいくらになっていますか。2、上下水道事業において公共事業参加資格で適格請求書保存方式未対応の事業者との取引は今後どうするつもりかお答えください。3、学校給食センター会計について影響があるかお答えください。2、佐渡市が業務委託する公益社団法人佐渡市シルバー人材センターが業務を紹介する会員の適格請求書保存方式の対応についてお伺いします。昨年シルバー人材センターにインボイスの影響について問い合わせたところ、制度導入より会員が免税事業者のままだとシルバー人材センターは会員へ支払う請負事業から仕入れ控除ができず、
新たに1000万円程度の消費税負担が生じる見込みとの回答を得ていましたが、佐渡市は年間で1億4500万円の仕事をシルバー人材センターに発注していますが、どのように対応しますか、お答えください。次の項目に移ります。一般会計補正予算にあります、緑の食料システム戦略推進事業における保育園、小中学校での食育事業、環境教育について伺います。括弧1、無農薬、無化学肥料米をはじめとするオーガニック農産物による学校給食の食材提供の取り組みを具体的な方法を教えてください。括弧2、食農事業、環境教育の具体的な取り組みはどのようなことを予定しているかお答えください。4番目、佐渡の酪農と畜産の明かりを消さない取り組みについて伺います。ロシアのウクライナ侵攻により、世界的な穀物不足や異常な円安により、飼料価格は2倍以上に高騰する一方、コロナ禍による需要減で入荷は暴落したままになっています。政府の支援策は高騰分の全額補填や入荷引き上げなどは不十分で、酪農経営を続けていくことが困難な状態となっています。佐渡の酪農の現状は、令和3年では10戸の酪農家が271頭の乳牛を飼育し、1日3200キロの生乳を絞っています。過去には佐渡で消費する分以上の余剰乳を北陸楽園へ輸送していましたが、酪農家の高齢による廃業も進み、現在は佐渡島内の消費を賄うことが精一杯となっています。飼料2倍、肥料2倍、燃料3割高の状況では廃業する農家が出ることが心配されます。このままでは佐渡産牛乳が安心して飲めなくなるかもしれません。括弧1、特に厳しい酪農家に対して購入飼料、稲発酵素飼料 WCS や購入用飼料米に、飼料用米購入に対して助成ができないか。括弧2、畜産における地域内循環システム構築による素飼料生産、乾燥牧草、デントコーンの生産などについて生産者団体と協議し、この春からでも取り組むことができないかお答えください。以上、演壇での質問を終わります。佐藤忠君の一般質問に対する答弁を許します。渡辺市長。はい、おはようございます。それでは佐藤議員の一般質問にお答えをさせていただきます。まずはじめに暴風雪災害をはじめとする各種災害対応でございます。災害時における災害行動支援者に対する個別避難計画、これにつきましては令和3年5月20日に災害対策基本法が改正され、計画作成が努力義務化されたところでございます。で、改正後おおむね5年程度で計画作成を完了することとなっております。で、現在福祉部門や社会福祉協議会などと協議を行っており、来年度にモデル地区を選定し計画の策定を進めていく予定となっております。また障害者サービス等につながらない医療支援者の把握の点でございますが、これは民生委員や関係支援機関と連携して現在いろいろな情報を共有に取り組んでおるところでございます。まあ、しかしながら、状況によってすべてを把握するというのはなかなか難しいという現状があるわけでございます。そういう点から本人家族からの相談しやすい体制整備、そして地域からの早期相談の仕組み、
こういうものを関係機関と作っていかなければいけないというところで考えておるところでございます。なお個別避難計画については必要に応じて対応してまいりたいと考えております。放置区竹林等の対策でございます。で現在電線等のインフラを守るために林野庁の事業の活用を新潟県や電力事業者などと協議を進めておるところでございます。当然電力事業者がインフラを整備するのは当然電力事業者の基本的な責務であるわけでございますので、電力事業者としっかり連携をしながら国県と話を進めながらですね、また雪だくをもって本当にどこの被害が一番ひどくてどこの対策がいるのかという議論も大事になってまいりますので、そこも含めて来年度雪だくを持ちながらですねしっかりと議論を進めてまいります。続きまして令和5年10月1日から始まる消費税適格請求書保存方式、インボイス制度でございます。で一般会計のほか企業会計において適格請求書発行事業所の登録を現在済ませておるところでございます。また上下制度を事業における建設工事等の入札参加資格者でインボイス制度に未対応の業者は基本的にないとこれは考えております。しかしながら消耗品の購入等 におけるインボイス制度未対応の事業者は、いらっしゃるというふうに考えておりますが、我々としてはこれまで通りの取引を継続していきたいと考えております。なお委託事業者数とそのうちのインボイス制度未対応事業者数については上下水道課長からご説明をさせます。また学校給食センター会計におけるインボイス制度の対応事業者数につきましては教育委員会からご説明をさせます。佐渡シルバー人材センターへのこのインボイス制度の影響でございますが、佐渡シルバー人材センターでは令和5年4月の請負受託料金の事務費を現行の 10% から 12% に値上げすることで、シルバー人材センターが消費税分を負担し会員への影響が出ないように対応すると確認をしております。続きまして、保育園小中学校の食の授業環境教育の問題でございます。学校教育等へのオーガニック農産物の提供につきましては、今年度から保育園、学校給食への無農薬無化学肥料栽培米のオーガニック食材の提供を開始したところでございます。これを通年で、お米は通年で提供したいというふうに考えておるところでございます。そういう点では今販売の方も基本的に今順調に流れている、オーガニックのお米も順調に流れているという状況でございますので、より一層の生産力の強化が必要になるということでございます。すでに水田除草機の導入支援を実施しているところでございますが、現在農家からの要望で雑草に負けづらい苗を作る、これが無農薬栽培の一つの大きな基本でございますので、このポット育苗への支援等もお願いしたいと伺っております。こういってもしっかりと話をしながらですね、新たな支援策をまた検討していくと考えておるところでございます。子どもたちの食農事業や環境教育につきましては、生物の多様性と食のつながり、そして子どもたちが直接学べる事業となるように教育委員会と連携しながら引き続き取り組んでまいります。続いて佐渡の畜産の問題でございます。畜産業における飼料価格の高騰でございます。これはやはりロシア・ウクライナの戦争が非常に大きな影響を受けていると、これは世界的な課題にもなっているという状況でございます。こういう状況の中ですね、今これがいつまで続くのかがはっきりとわからないという状況の中でございますので、短期的な補助制度というのは、適切かどうかというのは議論を考えなければいけないというふうに思っています。でその中でやはり、国、県、今後5兆円を使ったですね、物価高騰対策を行うという情報が、新聞等で出てますので、そこにまた一つ期待また要望してまいりたいというふうに考えております。それでも合わせながらやはり全農グループそして、県国、それぞれがこの畜産農家をどう守っていくのかというところを議論しながらですね、支援策を作っていくということが今一番大事なところだというふうに考えております。それでもとらまえながら支援については当然しないということではなくて、支援についてはどのような形が、ベストでそして、安定的な供給体制になるのかと、この点を考えながら取り組んでいかないとなければいけないと考えております。で一方で粗飼料の島内生産でございます。これも私どもとしてもこの循環型産業農業を作る意味でもぜひとも取り組みたいというところでございますが、やはり機械設備へのコスト面、また生産組織を立ち上げた農地の集積化を図る、こういうコストの削減といいますか、利用状況を効率性を高めていく、
その中で生産性を高めていく、そういう取り組みが必要になると思いますので、これにつきましては JA また県などと関係機関、また実際の農家さんといろんな話をしながらですね、循環型の農業に対してしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。柴田教育長。学校給食センター会計について説明いたします。学校給食費につきましては、食材業者へ支払われる食材費相当額が保護者からの預かり金であることから、影響はないということでございます。森川上下水道課長。ご説明申し上げます。上下水道事業における委託事業者数につきましては、令和3年度の実績で工事の設計業務委託を除きまして、水道事業では168社、下水道事業では23社であります。でまた、このインボイス制度、このうちインボイス制度未対応の事業者数につきましては、同じく令和3年度の実績で工事の設計業務委託を除きまして、あくまでも見込み数でございますが、水道事業では114社、下水道事業では1社と想定しているところでございます。以上です。佐藤貞夢君。はい、それでは二次質問に移らせていただきます。今ほど市長からもお答えありましたように、2013年に内閣府が出された行動、避難行動、要支援者の行動、避難行動に関する指針ということでは、市町村が個別に避難行動要請者と具体的な打ち合わせを行いながら、個別計画を作成することが望まれるということで、あくまで自治体の自発的な取り組みとして示されておるのが現状であります。個別計画作成は2021年より法定計画へと格上げになっておりまして、市町村の努力義務として規定されておりますが、佐渡市における行動避難計画要支援者の名簿の作成状況と整備状況について、吉川部長、ちょっとお答えいただけますか。あ、そっち。中川総務部長。ではご説明申し上げます。避難行動要支援者名簿につきましては、毎年、策定をしておりまして、それにつきましては民生委員さんとかの協力も得ながらですね、それぞれ登録をしたいという方の同意を得た形で策定をしております。で名簿の登録状況につきましては、登録者数で全体におきまして4849名の登録を得ております。佐藤貞夢君。はい、それでは総務省からもお答えいただきましたが、令和4年度の佐渡市の福祉、保健、医療、環境の、冊子が、ございます。ここからちょっと質問させていただきたいんですが、避難行動要支援者の区分で、障害、介護、高齢以外のその他の支援が必要と思われる方っていうのはどういう方になるかを、お聞かせください。どちらが答えるんですか。暫時休憩します。
中川総務部長。再開します。中川総務部長。ご説明申し上げます。避難行動要支援者の対象者というものにつきましては、まず75歳以上のみの高齢者の世帯、それから介護保険の要介護3以上の方、身体障害者の方、知的障害者、精神障害者、難病患者のうち移動に介助が要する方ということで決められておりまして、その他それ以外で支援が必要と思われる方というところで、その他の中にどんな方がいるかというところは個々の問題というふうに考えております。佐藤貞君。はい、今中川部長からお答えいきました。この冊子によりますと、対象者とすると7896人いらっしゃるけど、登録者は4849人というのは、この差額は何になるんでしょうか。中川総務部長。ご説明申し上げます。先ほどの対象となる方で市として捉えておるものが7000円くらいになります。で、登録される場合には本人の同意等が必要でございますので、その名簿に登録していただけると、同意をいただいた方が4849名ということになります。佐藤貞君。同意が得られなかったというのは、いろいろな訳があるんだと思います。うちには構わないでくれというような方もいらっしゃるのかも分かりませんが、7896人の対象者のところから4849人というところの登録ですので、これやっぱりちょっと登録はもう少しちょっと引き上げてほしいなという感じがしております。あと要支援者の避難行動の計画なんですが、これについて計画作成にあたっては、障害者本人が主体的に理解できる計画を作る視点が大事だというふうにしており言われております。この後作っていく上でですね、どういうことが課題になるか、問題点というのを今の現時点でどのように捉えているかお答えください。吉川社会福祉部長。はい、ご説明いたします。今現在の福祉部門では、避難要支援行動計画のほかに、ケアマネさんとかですね、支援機関の方で業務継続計画というものを今現在策定しに向けて準備しているところでございます。この業務、継続計画と、避難行動の要支援計画、ここかなり結びつきが濃いところがございますので、やはり行政だけではなくて、支援機関などと、一体的に、その方に応じた個別計画を作る必要がある、その辺がどう持っていけるかというところを今課題として捉えております。佐藤貞君。はい、個別の、行動計画を、作成をしておるところは本当に全国でごくわずかだというふうな厚生労働省の統計もございますので、ぜひともね、佐渡市でも早々に災害いつ来るか分かりませんので作っていただきたいと思います。先行する自治体では潜在的要支援者の把握方法として、市独自でですね、訪問員を配置して個別訪問によって行われているようなところもあります。また平成29年に佐渡市はできたんだと思いますが、基幹相談支援センターというところがございます。これが軸になって、自立支援協議会というのも作りながらですね、潜在的要支援者の情報共有を行っているというふうにして聞いておりますが、吉川部長、こういうところは佐渡市はどういうふうに考えているか、ちょっとお答えいただけますか。吉川社会福祉部長。はい、この後、
相談あ障害 の, あの基幹相談支援センター自立協議会を含めまして、やはりあの潜在的なあのサービスを利用しない方も含めてですね、どのように、この後サービス提供につなげるのか、情報共有していくのかというところを、この後協議していきたいと思っております。佐藤定君。はい、あの基幹相談支援センターというのが、まあ、あのできて、それがまあ機能して、動いていると思うんですが、こちらの方 の, あの役割とです、ね、人員等 の, の規模はあの十分なのか、ちょっと、部長の方で、今考えているところがありましたらお答えいただきたい。吉川社会福祉部長。はい、ご説明いたします。令和4年度に、これまで の, あの障害者の基幹相談支援センターの機能に加えまして、社会福祉課の方に、総合の福祉相談支援センターというものを設置させていただきました。そこのセンターには、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士などの専門職を配置しまして、幅広い分野の相談支援に取り組んでいるところでございます。で、実際ここだけで支援するわけではなくて、高齢者であれば包括支援センター、障害者であればまた相談支援機関というふうにして、連携つなぎの役割をしながら現在進めているところでございます。佐藤定君。はい、理解いたしました。そうすると、基幹相談支援センターっていうのはやっぱり、対象者が来られたら、総合的にそこでコーディネートしていろいろなところにつなげて、支援するという機関だというふうにして、理解しました。内閣府ではこの令和3年に、災害対策基本法が、まあ、改正になって、個別計画の作成を努力義務にしたところで、財政措置として地方交付税の措置があります。佐渡市としてはこの措置を利用してこの後やるということでよろしいんですか。暫時休憩します。再開します。中川総務部長。はい、ご説明申し上げます。法定化された中で、計画を立てていく、それにかかった費用については国税措置ということでありますので、策定をすれば国税の対応になると思っております。佐藤定君。はい、ありがとうございます。ぜひとも早々に取り組んでいただきたいというふうにして思います。努力義務と言いましても災害は待ってくれませんのでお願いいたします。次に防風施設等についての、倒竹倒木のことについて移ります。先ほど市長の方からもいろいろなところで対策を講じたいというところですが、台風19号で被害がありました、千葉県君津市では、森林環境譲与税を活用した予防伐採を実施をしておりますが、佐渡市ではこれいうことも可能かどうかをお答えください。本間農林水産部長。はい、ご説明いたします。予防伐採が可能かどうかということでございます。森林環境譲与税を使って予防伐採ということは不可能ではありませんけれども、
竹林の所有者の関係があります。そちらの方で、なかなか簡単には進められることができないとは思いますけれども、基本的に森林関係条例はそういったところにも使うことができます。佐藤定君。はい、森林環境条例のこともあります。使える事業はそれがあるのかなと思います。あと国 の、 森林環境整備事業の特定森林再生事業の重要インフラ施設周辺森林整備というのがございますが、これについてはどうなんでしょうか。本間農林水産部長。はい、ご説明いたします。こちらの方は今現在、新潟県、電力会社等も含めまして、場所の選定そのあたりのところから、できれば新年度に やっていければということで協議しております。しかしながらこの場合、竹だけではなかなか難しいというところがありますので、箇所についてはかなり絞られてしまうということになるかもしれません。佐藤定君。今ほどお聞きしました、その竹だけではダメということなんでしょうか。本間農林水産部長。はい、竹だけでは要件に合わないということで、一定程度の森林整備が必要になるということ。佐藤定君。はい、なかなか竹だけ、佐渡はもう非常に竹が多いところです。で、竹だけじゃ該当にならないということで、ちょっと残念なところはありますが、なんとかして予防伐採を進めていかないと、また次の災害が起きるということが心配されますので、ぜひともまた何かいろいろなことを考えていただきたいと思います。あとですね、倒木、倒竹を処理した材料というのは、昨日からの一般質問でも皆さん方出ておりますが、有機材としての利用というのが可能かどうかというのは昨日もお答えいただきましたが、再度ちょっとお答えいただけませんでしょうか。本間農林水産部長。はい、ご説明いたします。竹の有効活用ということなんでございますけれども、肥料や、土壌改良材として、使うなどさまざま考えられますが、竹の運搬や散布方法をはじめとして、肥料対面効果の面でまだまだ研究していく余地があるかなと考えております。昨日の市長の答弁でもございますけれども、今後大学や企業との連携の中で JN と関係機関を含みまして活用方法を研究していきたいと考えております。佐藤定君。はい、はい、それでは佐渡は有機質が当該からみんな入ってくるというようなところでありますので、有効な竹は毎年生えて再生が可能ですので、ぜひともこれ利用するのをぜひモデルでも何でもいいです。市長は得意なところでモデルでどっかから国から引っ張ってきてほしいなというふうにして思います。はい、それでは次の消費税のことについて、お伺いしたいと思います。まず消費税について、なかなか市民の皆さんもこちらにいらっしゃる執行部の皆さんも消費税に馴染みがなかなかないところの業種でありますので、若干ちょっと消費税についてお話ししたいと思います。売上高1000万円未満 の小規模事業者が消費税を払わないことで誤解が生じているというふうにして言われております。ここで誤解を解くためにですね、消費税の本質について若干お話ししたいと思います。消費税の世界ではいわゆる免税事業者や売上高1000万円以下の方たちですが、この方たちは悪者扱いです。消費者から預かった税金を国に支払わず自ら懐に入れているというようなイメージで捉えられておると、誤解されておるようです。一般的に言う益税の問題であります。消費税はスーパーなどにおける価格を表示して消費税額および
地方消費税額の合計に相当する額を含めた価格で表示するということで、総額表示というのがこれが2004年4月から実施されております。消費税は対価の一部であります。実際に平成2年3月26日東京地裁判決で消費税の本質が問われた裁判があります。裁判所は消費税が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないと判事して判例がこれで確定をしております。この判決を解釈すると1000円の買い物をしてレジで1100円を支払った場合ですね、100円は消費税ではなく1100円の買い物をしたことになります。消費税法では例えば販売する際その価格の 10% 相当を預かれとは規定をしておりません。いくらで販売しても構いません。ただし販売した価格の中から 10% 相当額を消費税相当額として消費税として国に納めなさいと言っているに過ぎないのです。なぜこのような免税事業者の制度ができたかということですが、この制度は零細事業者の事務負担を考慮したできたもので、価格交渉力は弱い事業者への保護のためです。このままインボイスが実行されると免税事業者は廃業するか、課税事業者へ転向して少ない収入の中から消費税を負担することになります。このことは消費税率が上がらなくとも実質的な増税です。コロナから立ち上がるときに増税ではなく地方経済はますます衰退します。まあ、その点からインボイスは中止すべきだと私は考えております。それでは質問の方に移りたいと思います。確認しますが、今後も免税事業者との取引を継続するということですが、ところで免税事業者と取引を継続すると消費税はいくら負担するようになりますか。暫時休憩します。再開します。森川上下水道課長。ご説明申し上げます。インボイス未対応の事業者との取引における消費税額については、制度改正後は、仕入れ税額控除ができなくなることになりますので、買い手側である水道事業と下水道事業が負担することになると思います。以上です。答弁になっています、はい。費用、その費用の負担についてはですね、今想定している額については令和3年度の取引実績をもとに計算しますと、令和5年度において、令和5年度においては年度途中からとなりますので、経過措置がありまして、ね、令和5年度では29万円、水道事業で約29万円、で下水道事業については契約時期の関係で影響はないと考えています。以上でございます。佐藤貞夢君。はい、ちょっと、よく分からなかったんですが、全体で本当にいくら、その免税事業者との取引を継続すると、必要なのかというのはちょっとお答えいただけませんか。森川上下水道課長。はい、ご説明申し上げます。令和3年度の取引実績で計算することになります。この後の取引について、
予測するのは令和3年の実績に基づかないとちょっと計算できませんので、それで計算しますと水道事業では290万円、約290万円、下水道事業では約4万円です。佐藤定君。はい、今、水道事業で290万円、下水道で4万円ということのご回答いただきましたが、水道事業 の検針、メーターの検針している方はみんなどうなりますか。この人たちはみんな免税事業者だと思うんですが、どうですか。森川上下水道課長。ご説明いたします。先ほどの数字に、検診員さんの分も入ってございます。佐藤定君。はい、そうするとですね、本来ならまあこれインボイスでもなければですね、仕入れに関わる消費税というのはまあ控除はできるわけなんですが、消費税の二重払いということになるかと思いますが、市長、これについてどう思いますか。渡辺市長。我々はなかなか判断できないのが税制でございます。特に国税の問題につきましては、例えば車の問題なんかも多くいろいろ言われております。ガソリン税の問題とか消費税二重課税だって話もあるので、さまざまな面でいろんな考え方はあろうかと思いますが、水道の方も、そういう点もあるかもしれませんが、基本的に税は税法に基づいて取り組んでいく内容になりますので、それに基づいて、市民の影響ができるだけでないように取り組んでいくというのが、我々実態の仕事だというふうに考えております。佐藤定君。はい、それでは上下水道の事業の方には分かりましたが、佐渡市シルバー人材センターのところは、どうなりますでしょうか。吉川社会福祉部長。はい、シルバー人材センターの方は、令和3年度の実績からいきますと、約380万シルバー人材センターが負担することになります。佐藤定君。はい、ありがとうございました。シルバー人材センターのところも380万というところですが、いずれにしろこれはやっぱり消費税の二重払いです。国は丸儲けするわけですね、これ分で。消費税についてはですね、令和5年の会計では、所得税を抜いて、その前から抜いているんですが、一番大きな財源となっているのも事実であります。でも消費税はですね、やっぱり、所得の低い人高い人関係なく一律にかかってくる税金で、非常に、不公平な税金でありまして、ますます、比重が高くなってくることが心配されます。はい、それでは緑 の食料支援システムのところに移りたいと思います。無化学肥料、無農薬というのをの具体的な取り組みというのを今お聞きしました。で学校給食に提供するオーガニック生産をするにあたりですね、昨年、渡辺市長も一緒に出ました給食のフォーラムのところで、千葉県のいすみ市ではこの4月から始まったいすみ育ちというので取り組んでいる有機野菜の認証制度というのが始まったそうです。で、佐渡市もですね、佐渡市認証米制度という先行して立派な制度があります。もう日本での先端を行っているところでしたが、これについてですね、有機野菜果樹について制度をですね、やっぱり佐渡市認証米と同等なものでスタートして、だって徐々にレベルをですね上げていって有機栽培を拡大していくっていうことが考えられないか、お答えいただきたいと思います。本間農林水産部長。はい、ご説明いたします。
オーガニック農産物の生産拡大と差別化した販売戦略を進めていく上で、特に認証前のような佐渡独自の認証制度を私も構築すべきであると考えております。まず佐渡で生産される園芸品目につきましては、観光栽培の基準というものがございませんでした。でこの度、関係機関と協議しながら新たに41品目の作物に観光栽培基準を設定したところでございます。このような基礎データを活用しながら、土器認証米制度のような5割減減栽培など一定のルールを検討しまして、この後佐渡版オーガニック農産物の生産拡大に取り組んでいきたいと考えております。佐藤貞夢君。はい、有機については本当に難しい、本当に難しいと思います。でまして有機ジャスというようなことになりますと、とてもじゃないけどついていけるような状態ではありませんので、佐渡市としてやっぱりスタートから、少しずつレベルを上げていくような認証制度っていうのをやっぱり生産者と一緒に作っていく、私はべきだというふうにして思います。佐渡市の時と暮らす認証前にもそうやってみんな生産者と共に作ってきた経過があると思いますので、ぜひともそういうことを挙げていただきたいと思います。さまざまな関係機関とですね、農家とやらなければいけないというのが前提でありますが、それにつけてこの、予算はですね1300万円ということで、非常にちょっとなんか心もとないような予算の配分でありますので、ぜひとも増額をしていただきたいというふうにして思います。それでは食農事業、環境事業についての取り組みについて、お聞きいたします。いすみ市のところでも環境事業、食育については一生懸命やっておりますが、私はちょっぱり注目していたのは、福島県の喜多方市の取り組みであります。喜多方市ではですね、令和13年からですね、18年からですね、農業課っていうのを設立しまして、これは国の構造改革特別地域として総理大臣から特区を受けて始まったそうで、全国初の取り組みとして農業化が始まったそうです。今では農業化っていうのじゃなくて総合事業の学習の時間の中に組み入れているようですが、やっぱり有機をの田んぼをですね、子どもたちと一緒に作って、農業化というので、勉強して、そして自分たちの大切な食料を作る、そして子どもたちの豊かな心を育てるということをやっておるそうです。で、ここでは学校給食の基本方針っていうのを作ってですね、喜多方市の学校給食基本方針っていうのがあります。ここは時代を担う子どもたちが健康で笑顔にあふれ、世界に自慢できるふるさと喜多方の学校給食というので、非常にですね、明快に、学校給食のことの取り組み、なんで学校給食、単なる食ではありないというようなこともいろいろ書いてあります。ここら辺のことについてですね、やっぱり教育委員会も本腰を入れて、私は取り組むべきだと思います。栄養管理栄養士にお任せすればいいとか、そういう話ではないというふうにして思いますが、いかがですか、教育長。磯部教育次長。はい、ご説明いたします。佐渡市においては、平成28年度に、第2次佐渡市食育推進計画策定しております。10年間の計画になります。そちらを受け、教育委員会の方でも、学校給食目標を立てながら実施しております。小学校から中学校まで一貫して食育に取り組むという形でやらせていただいております。その中で毎年度実施要領を9年間で一貫した食育指導ができるような実施要領の方を策定してございます。それをベースに食育の指導計画表、それを学年別にそれぞれテーマを設けながら行っております。こういったもの、それから、マニュアル等も作成しながら、各学校の栄養教諭さん、あるいは給食センターの栄養士さん、
そういった方々と皆さんで協議しながら各学校の計画の方も策定しているところでございます。佐藤貞夢君。はい、取り扱いの指針、計画をっていうのを作ってやってらっしゃるんでしょうが、まあ、その時にですね、農林水産部との連携っていうのはどのようになっておりますか。本間農林水産部長。はい、ご説明いたします。現在も学校教育課とはしっかり連携しながら動いているということです。佐藤貞夢君。はい、千葉県のいすみ市ではその有機農産物の給食への取り組みが進んだ結果ですね、保護者からも非常に高い評価を受けているようです。で、有機農業の体験を、授業に取り入れた総合授業ということが行われておるところで、非農家の方がやっぱり、子どもたちに安心したものを食べさせたいということで、自分で畑を借りて、給食センターに自分で有機物を持ち込むというようなところも始まっているようです。ぜひともですね、単なる、子どもたちに食べさせるというだけじゃなくて、これやっぱり社会的な運動にもつながってくると思いますので、総合的に、農林水産部あたりと、協調しながらですね、やっていただきたいというふうにして思います。最後にですね、佐渡の酪農と畜産の明かりを消さない取り組みということで、佐渡は新潟県の中でも牧草を作ることについては、適地だと言われております。これは農業改良普及員が太鼓判をしております。佐渡は粗飼料を自給する地域循環というのがぜひとも必要であります。今のままでは市長の答弁でありまして、いつまで終わるわからないこの飼料高騰あれっていうのは対策が取りにくいっていうのは重々わかるんですが、今にでもですね、やっぱり2軒3軒の農家がもうこの状態では酪農を続けられない、今のうちに借金がそんなにかさまないうちにやめたいというようなことを言い出し始めているようです。このままですとですね、本当に冒頭申しましたように佐渡の牛乳、おいしい牛乳がですね飲めなくなる、クリームミルクが飲めなくなる、そして、今チーズ、バター、ふるさと納税にも使われておりますが、これも、作れなくなる、一つのやっぱり産業特産物が、なくなる危機だというふうにして思います。こういうところについてなんとか対策を講じていただきたいというのが、正直なところですが、いかがでしょうか。市長、もう一回答弁をお願いできますか。渡辺市長。はい、例えばですね、今すぐ何かをするということ、それで助かると言いますか、問題なければですね、それはすぐ考えられるんですが、先ほども申し上げたように今この資料の問題は長期化がやっぱり想定されると。でその中でやっぱり本格的にですね、国からの支援も含めて一定程度の飼料価格を下げるのか、農家へ所得を入れるのか、今油の料金も電気料金も今政府が資金を入れて下げているわけでございます。ですからやっぱりそのどちらかを決めていかないと我々だけで3年5年支えきれないということになりますので、結局中東に支援をしてですね、支えきれないということに佐渡市だけではなりかねませんので、今そこを含めて農協とも話をしております。で急ぐということも承知しておりますので、先ほど申し上げたように全農グループをはじめですね、この日本もうこれ佐渡だけの問題ではございませんので、日本全体の畜産の問題に今大きな影になっておりますので、ここに向けて対策を取ろうということで今農協グループとも話をしておりますので、また端的な資金融資であるとかさまざまそういうものも含めてですね、農協グループとまたしっかりと話をしてまいりたいと考えております。佐藤貞夢君。はい、ありがとうございます。市長おっしゃられた通りですね、一市町村でやれるような範囲ではありません。鹿児島の出身の農林水産大臣に頼りになるかと思ったらあんまりそう頼りになりませんでした。本当にちょっと情けないような農林水産大臣です。本当に地方会出身で本当にもう少しまともなかなと思ったらそうでもなかったです。本当に
まあ、そういうこともありますが、まあ、北陸楽連でも、まあ、入荷18円の値上げということも計画されております。ただ本当にこのまま手をこまねいていくとですね、酪農畜産が滅びて、島の産業が一つなくなるということがありますので、ぜひとも市長についてはその先頭に立ってですね、養成活動とかですね、まあ、それと酪農家だったらここどヒアリング聞き取りでもしてですね、どこまでだったら耐えられるのか、対策を差し詰めの対策とですね、長期的な対策をこうしていったらなんとか続けられるというような方策を期待しましてですね、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。以上で佐藤忠夢君の一般質問は終わりました。午前の会議はここまでとし、休憩いたします。